へえ、ずいぶん元気になったもんですね。お、対策か。何、もともとそこまで深い傷でもなかったからな。3日もすればあの通りだ。まあ、あんなところで捕まっていては他の妖怪の格好の獲物でしょうからね。罠を仕掛けた者も物好きな輩もいるものだと思ったものですが。しかし大丈夫なんですか？ただでさえ狭い村なんですから。いくら四郎さんの領地内とはいえ、あんな狐目立ちますよ。うん、お前の言うこともやはり一理あると思ってな。特に何もしなくていいと言っても、工場のやつで何か手伝わせると聞かないんだ。だからああやって高い場所で仕事をさせてる。こんな日差しの強い季節じゃ、わざわざ上を向いて歩くやつなんているまいよ。なるほど。四郎さんも考えられているようで、少しは安心しましたよ。それに、正直なところ助かっているのも事実だからな。おーい、ハク、今日はそんなもんで十分だ。降りておいで。はい。ハク。そうだ、ハクだ。特に名前もないというものでな、俺がつけてやった。対策さん、こんにちは。で、どうですか？最近体調の方は。ああ、すこぶる快調だぞ。お前に言われた通りの生活を続けているが、特に体調の悪さを感じたことはここ最近とんとないな。そうですか。それならいいんですが、くれぐれも気をつけてくださいね。特に今日のような日差しの強い日は、急にめまいとかを起こして倒れる人が毎年毎年後を絶たないんですから。特に百姓の方は。四郎さんはどこかを悪くしてらっしゃるのですか？まあな、一度急にふらっと来てぶっ倒れちまってな。その時はとにかくしんどかったもんだが、大作と大作の親父に世話になった。こいつとはガキの頃からの付き合いだけどな。そんなことが。では大作さんはご立派な方なんですね。相変わらずその狐は四郎さんとしか喋れないんですか？まあ、動物が人間と話せるなんて時点で世の断りから外れてますけど。まあまあ、そう厳しいことを言うなって。ハクはお前のことを立派だと言ってくれてるんだしよ。そんなこと、僕にはそいつの声は聞こえないんですからわかりませんよ。とにかく、僕はもう帰りますけど、体調管理には気をつけてくださいね。次郎さんも、それと、そっちのハクとやらも。はい。
素直じゃねえな、あいつも。なあ、ハク。そうですね。ちょっと不安だったけど、私、あの人に嫌われてないなら、それだけでも安心しました。まあ、あいつはあまり妖怪についていい考えを持ってないからな。家柄が医者なだけに、お偉いさんってこともあって妖怪の味方をしたくてもできない立場だ。本心がどっちかまでは俺にはわからねえけどな。複雑なんですね。まあ少なくともあいつはお前の敵じゃないってことだけは確かだな。そんなことより今日は大収穫だったからな。ちょっとは晩飯が豪勢になるかもだ。あ、はい、お役に立てて嬉しいです。